800万人の、あ、まだか、うん、はいはい、うん、はい、じゃあ全国800万人のストリートファイターファンの皆様こんばんは、ストリートファイターカーニバル611日目、メインイベントモエジャス大会始めたいと思います。じゃあ 1P 側ガラボー、 2P 側がユリンチさん、ユリンチさん、じゃあ試合の方始めてくれ。いやでもコラボでね、そういう基盤出てくれるといいんですけどね。そうしたらゲームセンターのミラー明るいんですけどね。え、モータルコンバットバーサスディズニー。あとなんか意味わかんない対戦見たくないですか、はい、カプコンバーサス象印みたいな。カプコンバーサス最瞬間制約書。ドボールニックル、ドボールニックル、いいですね。何が戦うんですかね、気になりますよね。そういうのでいいよ。じゃあワンピーがガロボー、リュウの親父、そしてモモちゃんが、ユリンチさんですね。さあ体を入れ替えて、もう新勝利権を使っていく。何では何を狙っている。さあザンクザンク、ワンツースリーフォーファイブと、そしてスパコン新勝利権ではない、当てていく。おーっと、なんかガロボー強いじゃないですか。体力はもうほぼマックスと、あ、パワーエフトですね。さあ残影権、あ、残影権じゃねえや、ザンクワンツーガード。さあ後ろに下がっていく、ザンク。さあ足払いスレーディング交換していった。じゃあ有識者レシオさんを、じゃあレシオさん今日はあのジーシーの顔明かしよろしくお願いしますね。あ、こんにちは、どうも、はい、ショガリオです。ショガリオ、いやあの時のレシオはガチでしたね。あれ俺だってティンクルスタースプライツで20連勝とかついてるの俺初めて見ましたからね。おっとここはガロボー、まず一発選手、みんなやればいいんですよ。やればあ、ウッチーさん勝利、ウッチー勝利、おめでとう。あ、もう早いですね。じゃあこれは、あ、ババフェア、じゃあババフェアあっちでやってきてください、お願いします。さあ京介に切り替えていく。この京介はねあんまり見ないんですけどね。そうですね、対戦自体だとあんまり見ないんですけど、見ないですよね。 あれユニさんか、ユニさん、さあ、まあ、ガロボーさんがもし京介使ったら大変なことになりますからね。あ、そうですね。このガロボーの秀夫はどうですか、仕上がり具合というか。あ、でも基本コンボはもう結構できてるみたいなので。あ、本当ですか。あのダークホースになるんじゃないかな。ダークホース、まあスト2系、まあこういったゲームガロボーは大概戦える感じなんですかね。そうですね、結構やっぱりね、あの人間能力が高いという。そうですね、まあ人間能力の高さゆえに最近雑になってるんじゃないかっていう噂もあるんですけど。あんまり褒めるとね、あんまり褒めるとアキラさんに怒られる。そうですね、やめてくれっていう。さあ新昇竜拳、勝ったのはガロボー、お見事、ザコシ回避。じゃあダンボロカと病気の猿、はい、じゃあダンボロカ選手対病気の猿、じゃあ試合の方お願いします。ガチ勢同士ですね、これガチ勢同士ですよね、はい、猿さんは前回優勝した例のチンパン、天才チンパン、天才チンパンの友達らしいです。友達ですか、そうですか。同じ山の友達が、山の同じ山のボス猿のそのチームの、前回お前優勝したからお前今度行ってこいよみたいな。なるほどね。じゃあ 1P 側はダンボロか、 2P 側は、病気の猿、じゃあ試合の方お願いします。病気の猿ってただのパンデミックの中心じゃないか。かなりアウトブレイクですよね。インフルエンザでやべえって言ってたのに、相当アウトブレイク、病気ですよしかも。やばいですよね。インフルエンザ、インフルエンザ大丈夫ですか。大丈夫ですか。できんだよ、できになるぞ。というわけで、病気の猿ユリカ、そしてバツダンボロカ、この組み合わせどうなんですか。この組み合わせはちょっとワンピガーのバツの方がですね、飛び道具あるんですけど、うん、このユリカってキャラは武器持ってるんで、ああなるほど、跳ね返せるんですよね。跳ね返せる。それで接近戦を望まなきゃいけないんですけど、こんな感じで、はいはいはい、でもそうなると結構ユリカのリーチがあるんで、うん、もう届いてしまうと、一方的に届いてしまうところがあるので、うまく本当接近するまでが勝負、ね、なるほどね。その辺が立ち回りのポイントとなると。おお本当だ、波動拳を返していく。さあバーツ、あ、うわー、これやっちゃいましたね。近づいたんですけどね。さあ完全燃焼アタックつながっていく。ここでしっかりダメージを取っていく、病気の猿。病気は治せ、医者に行くんだ、ゲームセンターではない、医者だ、治してから来てください。さあ戻そうとし、さあ足払い勝利拳、ここはしっかりガードしていく。チッパチ、あ、今下段だけミスりました。下段だけですか。あ、病気なのかもしれない。病気なのでちょっと動物病院に行けと。あーっと、ここでまずは猿一歩接種、猿一歩接種。さあ第2戦、ここはロベルトに切り替えていく。さあっとぶっ走っていく昇竜拳、ナイスヒット、6ヒット。さっきの組み合わせに比べると結構接近はしやすくなってると思うんで、ね、なるほどね。
この組み合わせだったらまだ可能性はあると、うん、なるほどね、 ですね。さあ、バツ頑張ってほしいところ、ちょっとじりっと後ろに下がって様子を見ている感じでしょうか。さあ、サッカーボールがパスを出してこれパス受け取って打ち返したりできないわけですからね。さあ、ストリートファイターサッカーロベルト、さあエリアあるかな、張飛13番、いいですね、さすがガチ勢、ガチ勢、おお、うまい、裏回りカウンターを当てていく、ロベルト投げに行ったが2プラトン返していく、さあ阻止せよ、失敗、これは引っかかる、さあキッキングバースター、ダブル、はーい、フェア3勝利、あ、フェア勝ってますか、そうですか、はい、はい、じゃあ鳴沢ゆい、ホナミ向こうで試合の方お願いします。さあここで1-1、やっぱりあれですね、ダンボルカ選手も粘ります、強いですね、さすがですね、あー、さあ今度は完全燃焼アタック、前から入ってしまう、浮かされて、さあエリアルまで繋いでいく、非常にこの辺のコンボ精度、サルさんが高いですよね。さあ静香ちゃん、一回覚えたことは忘れないですね。高いですね、知能が、知能がさすが高い、知能が高い、さすが天才チンパンジー、天才チンパンジーですね。同じ山から送られた資格ということでね、あれです、あーこれは痛いぞ、カウンター同士のカウンターからのエリアル、11、12、13、14、15、これはよー、減ったワンコンボでこのダメージ、もうこれで分からなくなりましたね。そうですね、さあ後ろに下がって様子見、飛び道具の打ち合い、さあここはしっかり空中ガードしていく、同じ山から現れたという、やった、そうですね、ここで負けたら天才チンパチに怒られてしまいますからね。バカはインディ・ジョーンズに食われますから、ね、冷えた猿の脳みそですシャーベットだった、シャーベットあー乾燥されるとまずいですよ、これ乾燥されるとまずい、さあ大丈夫か、大丈夫か、ダブルか、あー乾燥、あー乾燥した、勝ったのは、病気の猿、おめでとう。じゃあカナディとレシオ、はい、じゃあカナディアマとレシオ試合してきてください、お願いします、いきます、さあ病気の猿がどの程度の病気なのか非常に気になるところですが、ワンフィガーカナディアンマー、ツーフィガーレシオ、じゃあ試合の方進めてくれ、レシオ選手は今日はあれですね、しょがりを見せていくということだったので、そんなこと言ってないけど、まああのあれですね、ジーシの友人にぶつかるまで負けられないというような感じでしょうか、カナディアンマー頑張れ、さあアウトブレイク待ったなしということで、あれですよね、なんかまあ、猿って結構たちの悪い病気かかったりするじゃないですか、まあ、割と本気でたち悪いじゃないですか、インフルエンザどころの騒ぎじゃないよ、はい、まあ、エイズ的なさ、やばいです、HIV の最初猿から猿ですからね、ということは猿とやったやつがいるっていうね、循環したやつが悪いっていう、そうですね、ノット循環みたいな感じでお願いしたいかなと思いますが、さあロベルトを使っているのはレシオ、スーピー側パワーボム決まってまず一本選手、そうですね、フランクシナトラ病ですね、懐かしいですね、フランクシナトラ病、詳しくは稲中読んでください、フランクシナトラ病、そうですね、ホナミ勝利、はい、さあサマーで浮かして、じゃあ天宮とイデア、天宮くんと、ラッキーゾーンで、ラッキーゾーンでじゃあイデア試合してきてください、お願いします、さあドライブシュート、ファイヤーショットか、ファイヤーショット当てていく、この危ない危ない、ワンツーローキック刻んでいく、クローを使っているのが、カナディアンマン、さあサマーで浮かして、非常にこのゲームの、有識者であるレシオ強い、さあパワーボムからドライブシュート、勝ったのはレシオ、まさにショガリ。じゃあ次、じゃあバニングさんとマシューさん、バニングとマシュー、じゃあ試合の方お願いします、あマシューさん、マシューさん、あれだよね、ほんとこの時期去年もジョニー気のせいでさ、なんか大変なことになってた、マシューさんいる、あれマシュー、あトイレか、トイレか、ああ行きましたね、じゃあマシューさんと、いやこ注目のマシューさんですね、注目のマシューさんですね、はい、この間、ね、やばい動画をたくさん、ね、作ってくれたっていう、ワンピーがマシュー、
大阪から参戦ですね。いやーすごい全国大会ですね。引っ越してきたんですか。ツーピーがバニング、今は遠征ですか。今回のじゃあ遠征で帝に来ていただいているマシュー選手の、夏となっておりますよ。かなり期待が、そうですね、我々が求めてたものがここにある、ここにある感じですかね。さあそれに対してバニング対応秀夫を使っていく。さあおーといきなり入った。まだ大丈夫。コンボシドが当たるとちょっと危ない。危ない。さあ友情のスープラトン、早い切り返しですね。切り返しいいよ。さあ阻止できるか。失敗。さあ波動拳が刺さる。そうですね。さあ、なんとか秀夫は近づけた、近づいてほしくないところ。これがまずいやつ。これはちょっと、これ安全です。これ安全ですから。そうですか。今日は注目のマシュー選手の試合が、送られて、お送りさせていただいているというような感じですかね。あら、おお、返してくる。危ない危ない。さあここはバニング体力リードされている状況。おっと当たった。アタックナンバーワンが刺さる感じですかね。そうやろ。マシューさん赤ブルマが好き。赤ブルマ、どうやろ。赤いやつはちょっと、青いやつはよりはやっぱ赤の方がいいだろうと。ブルマは赤だよ、あの人。でもさ、あんまりそれブルマのカラーバリエーションってあんまり記憶ないですけどね。AV だと結構ありあるんだけどね。それは AV の世界だけなのかなと思って。ピンクやら黄色やら、ピンクやら黄色やら売ってんのかよっていうね。水色とかバカだろ。いわゆるブルセラショップに行けば売ってるんですかね。気になるところですが、さあまずはマシュー一歩選手。さあ2プラトン、ここは阻止に成功していく。さあバツを使っているバーニング。さあ下段から、さあ拾っていくぞ。空中パット。これはまずいぞ。これはまずいと今練習をやっていた。やめてください。ちなみにこのゲームってこの手の技って何発が入るんですか。99発以上。99発以上。なるほど。補正がかかってどんどん体力の減りが少なくなっていく。そうです。実際のところこれ1ずつしか食らってない。あ、1ずつ。なるほど、ね、状態なんですけどもね。いやこれはすごい、まさに1人時間です。あの終電あるでやめてくれませんかね。あのさ、なんかあのロマンシングサガにさ、一人時間差っていう技あったじゃない。俺結構好きなんだよね、センスあるなと思って。なんだよそれっていうさ、一人時間差に敵が引っかかるのかよっていう。ああもう高速なぶらってなんだって。なんだかわかんないですよね。俺ロマサガの久田の名前考えてる人好きなんだよな。一人時間差って変だろ。一人時間差で77発。これバニング選手、ああ許したね。許しました。でもそうでもまた、そうでもなかった。ここでちゃんとスタイルやる。勝ったのはマシュー・オミュード。あのマシューさんから後でね、あの出場料分取ってください。そうですね、一人時間差いいですよね。じゃあ次、ウッチーと、あー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 ウッチー VS あー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 、このあのあなんかあの思い入れなくドラクエシリーズやるやつがつける名前ですよねこれ。あ4文字あたりがかなりリアルです、ね。まあ、なんか目の線がこれでいいやみたいな感じで。じゃあウッチー対あー、じゃあお願いします。ね、ドラクエ5やってる子供の名前をカツオとワカメにするぐらいセンスないですよねこれね。あ、はい、天宮勝利。お見事、天宮さん勝利、ありがとうございました。じゃあナルト敵と、ナルト敵と向こうでやってきてください。はい、やばいですよねこの、この名前いいですね、4文字。あー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 、そうですね。あーさんはこれあれですね、あの実はガチ勢の方なんじゃないですか。あ、なるほど。 1P 側がウッチー選手。で 2P 側があーじゃあガチ勢病気のさとかさ、あれですね、ジャス学の連中はあれですね、かなりネーミングセンスが。あ、これはあー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 おーおーあーとおーしか言ってないですね。あーとおーしか1年前と変わってないですね。そうですね。あとほしか言ってないっていう。あーあれじゃないですか、その。あーさん、あーこういうことか。そういうことです。あーあー言わせたいんですよ、きっと。いうことですね。そうですよ。なんかだから、ジャスティス学園に入学すると言語障害になるんじゃないか。あと、成績猿に負けるんですね。天才チンパンジーがトップにいますからね。いますよね。チンパンジートップですよね。トップですよね、今のところ。ですね、さあストッキングにモダイル。ああいいですね、ヘロストッキング。
仮面ライダーチップス の, あのカードに本郷たけしのカードがあって、はい、で知能指数は600 IQ600 テストはクラスでいつも5番以内であと4人それぐらいのやつがいるってもっとやべえやつがいるIQ600 ってとんでもないと思うんだけどね IQ600 まあ投げていくテストはいつも上から5番以内 あこれはああ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 あ勝ったのはお見事ドラゴンボール並みにドラゴンボール並みにさあああああああの勝利はいじゃあこっちにしますか白松と病気の猿はいじゃあ病気の猿と白松選手お願いしますさあさっきがダンボロカを破ってきた病気の猿ですけどそうですね山から降りてきたじゃあラッキーゾーンで、ガルフォート自身の友人準備しといてください、はい、じゃあガルフォート自身の友人お願いします自身の友人負けてください早く早く負けてくださいすぐバラすんで奥さん見てますかーっこっち遊んでますよっこいつやってますよ仕事とか言われてるんですよね、まあ、あの負けゲーセンです負けたら娘のね、あの本名をバラしてくれるそうですね娘の名前は俺が決めます、負けたらじゃあ、ね、あれ、娘の名前ボーマンって本当ですかなんかね、ドキュンネーム的な感じなんか噂によるとヨーピが白松、ツーピが病気の猿お、ハヤトですね、これは体罰が体罰系のキャラクター、こいつも赤いジャージですねそうですね、ブルマではなく、ジャージ、オートマウント そして、殴っていく下段キックあ、これはちょっとやりすぎですねやりすぎカウンターをもらってしまいましたよ適当勝利適当勝利おめさすがさあ、ここは完全燃焼アタックまで繋いでいくさあ、ここは飛び道具打ち消していくさあ、このやっぱり距離感がね、もちろんその重要なところなあ早速入れてくさあ下段からの連続技しっかり最大ダメージ取っていく病気の猿非常にこの辺のコンボ精度が高いという感じ、ね、さあスパコン繋いでいく普段こんなに出ないんですけどね、普段もちろんミスる病気だから病気だとやっぱり病気ですからねやっぱり、ねエンジンがかかるみたいですそうですね猿ゆえに猿だエンジンですよエンジン、はい、かかるかかるさあここは下段ここは四隅からおーとリーチの長い潰していく差し合いも非常に強い猿さあ飛び道具を置いて様子を見ていくバイあーあーいやーカウンターうめえ見えてたさあここはまず一本選手白松落ち着け白松まあなんかああいう風にカウンター返されちゃうとなんか地上戦で手出しづらくなっちゃいますよ ね確かにねその辺が非常にうまいですね、まあ、そこをうまくあの立ちのキックとかで、消せるんでねなるほどなるほどそこをうまくやっていきたいところなんですけどさあお互いキャラチェーンバツとロベルトさあローキックで入るさあ飛びが通るがボールが発生保証置いてある感じさあローキックから膝蹴り頭突きとそして起き上がりにサマーワンツーヘディング素晴らしい連続技両本気の猿両本気の猿パワーボム両本気の猿そしてシュートノリノリですねすごいうまいですよねこの火力もう気づいたらもうワンコンボ圏内ですねそうですねワンコンボであと一発食らうともう危ない状況なんですがサッカー名物パワーボム白松頼むぞお前あーボール近づけない近づけないのかローキックあーあー勝利使ったしかし、かかんなくて、投げていく、マウント、はいはいはい、バシバシこっからこっからです、こっからですないない特になく、特になくぶっ破していくしかし、ガードさあ、飛び蹴りからローローローヒールキックお、ハイキックすごいですねサッカー名物、ハイキックさあ、ワンツーから浮かして完全にナメプレスね、今ねこれねフィニッシュブーム抱えてたフィニッシュブーム、今抱えてました、絶対ね何も出なかったみたいなさあ、勝ったのは、病気の猿、お見事じゃあフェアとクリスティーネ5だはいじゃあフェア君とクリスティーネ5だ来ましたねさすがフェア君あジーシーが勝ったジーシー勝ちましたかガロボーし人知れずガロボーは死んでいきましたじゃあ菊蔵ホナミ菊蔵ホナミじゃあ向こうでラッキーゾーンでラッキーゾーンでさあフェア選手今のところのポイントランキング争いで独走体制に入っているとしかも、2位につけてるシンゴがインフルで1週間できんとできんですからね、これはもうフェア独走ですよさんなので死にかけ右京くんがね、フェア君とね
抱き合っていただければすぐにね、フェア君もできると思うんで触手で、ね、病気の猿も怪しい感じですか、ね、あじゃああれですね、病気の猿君と後で30分ぐらい抱き合っていただいて、ワンピーが先ほどファインドラブをクリアしたクリシネゴーダですね。すごいですよ、ファインドラブの周りに30人ぐらい人が集まってですね、囲んでいるという、うん、グラディウス2のロケテストを思い出しましたよ、僕は見てて。本当にロケテストじゃねえや、入荷日を思い出しました。いや私も最初何気ないつもりで見に行ったんですけど、はい、気づいたら後ろに拍手してたみたいな。バカかっつら、なんか完全にバカが映ってんじゃねえかよって言って。あー俺が元凶だったか。そうですね。まあみんな天才チンパンジーですからね。天才チンパンジーですからね。さあここはヒデオのちょっとやばい。これあそうこれね、実はねフェア君もねこのゲームみんなに内緒で練習してましたよ。さっそくやってます。さっそくやってるんですよね。さりげなくねずっとやってましたよ。さあ苦しいね。ここにナッツがいないってことはまだ完成してなかったんですね。そうですね。ちょっと気づいたのが2日前ぐらいだったんですね。ああなるほどね。さあここは落としました。さあ苦しいね。ここからあるぞ、頑張ってほしい。そうですね、もう本当に中学生の集まりみたいでしたよね。おっぱい見てみんな興奮してるっていうね。バカかっていうね。30代40代がやる行動ではないということで、あーっとハドケン体育、まずはフェアが一本選手。慎吾さんね、せっかく練習したのに今日モイジャス大会出れなかったという、ね、出れませんでしたね。まあ、慎吾は一生ここが悔いが残るところですが、まあでもモイジャス大会ね、まあ引き続きいろんな局面でやっていけると思うんで、そうですね、あの今後もまたやりたいかなと思いますけど。さあ同キャラヒデオをかぶせていく。おっいいですよ。さあ正義と勇気のスリープラトン、かっこいいですよねこれね。バキさあ今度はハドケンペアさんですが、ずいぶん減ったな。おい死ぬ方がファインドラブ勢。ファインドラブ勢ですね。ファインドラブ勢、世界で唯一のファインドラブ勢ですから。全国美少女、あ、制服美少女グランプリ。そうですよ、全国制服美少女グランプリ、すごいですよ。プライドグランプリも真っ青ですよね。本当に2分だか4分ぐらいで何をグランプリしてんのかよくわかんないですけどね。まあ、そういうタイトルなんですよね。さあ、残空残空、波動拳。さあ、今度はクリシーネが有利な展開。いい立ち回りですね。いいですね。おー、キック、さあ、サル、これで1-1。さすが、あすがファインドラブクリアしたファインドラブで今熱くなってますからね。エンジンかかってますね。エンジンかかってますね。相当来てますよ。今度ファインドラブ大会の時プライドの曲流します。流します。さあグランプリですから、グランプリです。さあフェア、あの練習は何だったのか、頑張ってほしいところ。現在ポイントランキング独走中のフェア、まあ、フェア君がね何指定してくるのか楽しみではございますが、どうせ MIA なんでしょうね。さあまずからアッパー、おお下段から、おっとっとっと足払いで、さあここはしっかりクーガー、いや残空が刺さる。さあお見合いかな。おーっと、取ったところにジャパンチ当てていくのはフェア。はーい、さあここはフェアと同じぐらいですかね。いい立ち回りを見せる両者。さあ完全にもうあのゲージは両者に溜まってる感じですよね。じゃあ雨宮と適当、雨宮は適当、じゃあ向こう側でラッキーゾーンで試合をお願いします。こうなると静かになってくるんですけど、そうですね、まあ、どこで接近するか、ね、そうですね、どうポンポン当てていく。おっと、飛びを読んだ、タイクーン、ここで体力リード。フェアさん、あれ、フェアが一瞬ガード忘れましたね、今。大丈夫ですか。フェア氏のプレリュードなのか、フェア氏のプレリュードなのか。さあ、フェアさんがしっかりガードしていく。ファインドラブには勝てんか。ファインドラブ、やっぱりおっぱいが強いですね。おっぱいが強いですね。おお、やる、先が見える、完全にファインドラブの、あー、フェア氏、フェア死んだか、死んだのか、投げて投げて、あー死んだ、勝ったのはクリシネ、ファインドラブ勝利。これで MIA はファインドラブ以下ということが分かりましたね。はい、じゃあ次、レシオとブラックモイジャス仮面。はい、じゃあレシオブラックモイジャス仮面試合ですよ。はい、ブラックモイジャス仮面マスクかぶってずいぶん長い間放置されてましたけど大丈夫でしょうか。だいぶ苦しそうですけど。しかもさっきさ、あいつわけわかんないですよね、前が見えないとこにえっつって何見てゲームやんのみたいなね。うるせえ早くやれ、うるせえ早くやれ、うるせえ早くやれ。じゃあワンピー側、ブラックモイジャス仮面、ツーピー側、レシオとなってます。ファインドラブ始めます。ファインドラブ微妙なんですよね。そうなんですよね、微妙なんですよね、対戦できないし。
毎日盛り上がんない感じで、でなんか女の子も全員ファールカップしてるしさ、なんか興奮しないんですよね、あんまりね。というわけで 1P 側はブラックモイジャス仮面、 2P 側がレシオくんとなっております。色間違えてますね、あれブラックということで。ブラック、そうですね、はい、ひなたの色が間違ってる、ひなたの色間違ってる。さあサマー腕動かしていく、ロベルトレシオ、非常にレシオくんもコンボ精度が高いですね。さあドライブシュート、パワーボムからのドライブシュート、なんか中途半端ですよね。ギャルパニぐらいガンギ待ってればなんかネタにもできやすしやすいんですけど、なんか微妙になんかいまいちこうね、足にも棒にもっていうような絵なんだよね。あの宮沢りえのサンタフェみたいな、ね、みたいなね、なんかこれ見て抜けねえなみたいな感じのね、そういう感じですよね。いや別にそのヌードにアート的なものとか俺わかんねえしみたいな感じの、どうでもいい話をしていますけれども。さあロベルト、タイルグリード、スライディング、あれブラックホームリアス仮面、あ後ろにパンダの乗り物あります。この間ね、アキラがレジャーランド行った時乗ってましたけどね、はい、KRG さんも乗ってました。200円で180秒でしたっけ、あ忘れちゃいましたけど、ちょっといいですね、いい値段しますよね。さあここは食い止めた、食い止められなかった。さあ決着、あれウインカーとかつけたら行動走れるんですかね。いや走れないだろう走れないだろう、さすがに。ただ気になるのは稲中のやつはキーがついてて、貸した時にキュルルルってかけてたんですよ。ってことはあれエンジンなんですよね。あだからナンバー必要、ナンバーが必要っていうね。何 cc のエンジン積んでるのか知らないですけど、稲中のやつはちゃんとした免許が必要だっすね。さあここは蹴り入れていく、そしておっと長い手牽制していく、天宮勝利、おめでとう。おいおい、じゃあお、うまいうまい、あーローキック、ハイキックはしっかり刺していく、アタックナンバーワンが避けられて、空中コンボ、パワーボムからのシュート。さあ遠くに離れたところにスライディングで拾って、あーここはゲージ使っていく、いいよ。さあなんとか、じゃあ、ま、マシューさんと山田さん、あっちの方でお願いします。はい、マシューさんと山田さん、じゃあラッキーゾーンで試合の方お願いします。さあブッパー、ここはしっかりガード、ワンツーパワーボムやり返していく。さあこれは、あー何やってんの本当に、レシオ勝利、おいやぞ。残念、ブラック、仮面は死にましたね。じゃあアーと G 氏の友人、はい、じゃあお願いします。あ選手と G 氏の友人お願いします。そうですね、最後のジャンプいいですよね、雑でなんとなく飛んでましたよねあいつブラックモイジャス仮面。じゃあ 1P 側 G 氏の友人、 2P 側ー選手、あーこのドラゴンクエストのね、雑な名前の感じですよね。そうなんですよね、アーさんは今までモイジャス勢だったんですけど大会出たことなかったんですが、あーなるほど、まさか今回参戦ということで、参戦ということでね、じゃああるかもしれませんね。あグラさんはガチですねグラさん何気なくバラされてますね。あれいや、そんなのいないですね、はい、皆さんの友達でしたっけ忘れちゃいましたけど、皆さんのお友達ですね、人種の友人ですね、人種の友人ですね。さあ、グラ人種の友人なのに、なんで同じキャラ使ってるんですかね、おかしいですね。違うの使いよ、なんだあのめくりすごいですね。さあ、ローキック返していく、このガンっていうキャラ結構身長がでかいんでね、なんか適当に振ってるだけで勝手にめくって、おい人種、人種、あれあれ、おー外しましたね、よかった。そして完全燃焼アタック、さあ体罰を与えていく、バキ見て、今の空中の調表は受け身狩りかなんかですか。そうですね、受け身方向が上の方向で受け身取ると結構受け身が浮くんですけど、そこをつかめるみたいな。なるほど、そういうことでしたか。さあ自身の友人、体力リードのまま、まずは一方選手、さあこれは完全にキャラ差を見せていくあそういうことですね、変えていきますか、変えていくか、変えていく、変えていくのか、あ変えましたね、変えていく、あー、ジジョーさん相変わらずの、あー相変わらずのいいキャラですね、いいキャラ使ってきますね、いいキャラ使ってきますね、あーかぶせてる感じですか、あくらさんじゃないですね、ジジの友人、あージジの友人、ジジの友人です。まあまあまあここまで来たらね、なんとしても優勝したいですからね。そうですね、2冠がかかってますからね、ジジ、そうですね、あ、はい、マシューさん勝利、じゃあ病気なさるとクリスティーネゴダはい、病気のサルと苦しいね、こうだ、じゃあ、ラッキーゾーンで試合してきます、お願いします。
そろそろアウトブレイクが近いんで遠いところでやってもらおうかな。遠いところで一旦ちょっと避難しますね。向こうでやってくれるからさあここで当てていく。張飛14発、まあ、いつここがサンダードームになるかわからないからね。あーリーチが長い。あーもう一発。あー西の友人今日強いですね。ノリノリ。お、いいですよ投げて。神さんにバレてないことをいいことに水を得た魚のようなプレイですよ西の友人。パパなかなか今日帰ってこないね。帰ってこないなみたいな感じで。そうですね。あーやられた。生きてますね今。そういうこと言うなよみたいな感じでダメージ受けてましたね今。今日パパ動きが悪くなった。今日パパ帰ってこないのつって動きが悪くなった。パパなんでいないのかしら。パパ、ね、いつもすぐ帰ってきてくれるのに今日だけはなぜか遅いの。もう寝なきゃいけないのみたいな感じで。もう寝なきゃいけないの。まだパパ帰ってきてない。まだ待ってる。まだ待ってる。あーやばい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 。メンタルが弱いですねあいつ。さあ完全燃焼アタック。これはああ時間切れ。かーっていった。ここは時間切れ勝利。しかし人生の時間切れまであとわずか。じゃあ菊蔵とレシオ。はい、じゃあ菊蔵くんとレシオくんお願いします、はい、そこでいい勝負しない。そこでいい勝負しない。永遠の愛子。じゃあワンピーがあれしよう。ツーピーが聞くぞ。じゃあどうしましょうかね。じゃあ有識者枠、そこの負けたブラックモイジャス仮面。はい、有識者枠。まだマスクかぶってるのかお前。どうも、プエルトリコに帰れなくなったプエルトリコ。プエルトリコから来てるんですか。そうか、海外勢だったのか。一度でもいいからね、タイトル取ったら私は引退したいと思っていたんです。引退できないみたいな。引退できない悲しい。いつまで経っても引退できないということで。さあ、レシオがワンピが、ロイ、そして日向、菊蔵選手となっておりますが、さあ、おっとこれあれですよ、パンツのサービスがいっぱいありそうなので、あのパンツ勢はこれ注目ですね。さあパワーチャージ。さあまた4割軽く持ってって、さあ14発ね。そして地上戦、どうにかして距離稼ぎたいですけど、あんまり接近しても完全に取られるんで。なるほど。パンチに取られるんで。なるほどね。できれば距離を置きたいです。さあ遠距離戦が重要になるこの日向。おっとバンナックル刺さってしまった。いやこのテリーは強いですね。さあテリーパワーゲイザー、ゲイザー飛び込み。さあ下段パンチで追っ払っていきます。ぶっちゃけで言うとレシオさん遊びのないキャラってことですよね。まあそうですね、割とガチですよね。さあしてますね。さあパワーゲイザー昇竜拳が入った。そしてあ中断ですね。中断。さあ一本選手レシオ、まあ、ショガリー勢ですからね。しょうがない。さあここはキャラを変えていくのか。おっとロベルト同キャラ。全体のキャラランクとしてさ、ロベルトってどんぐらい強いの。ベスト5まではいかないけど10には10位には入る。ああなるほどね。まあ、上位キャラであることは間違いないけど、まあ、そこまで強いキャラでもないというような感じで。相当強い。ああ強い。なるほど。相当強くはありますね。キャラの5が腐ってるだけ。ああ。キャラの5が腐ってる。なるほどね。さあシュート放っていく。さあレシオのターンが終わらない。さあ投げはスカッター、下段カウンターからスライディング、しっかりガードして、ヘッドバット、サマーで浮かして、あもう席を立った、早い、はいはい、勝ったのはレシオ、ショガリー。ショガリームーブやめろ、ショガリームーブは。全然届こいよ。はい、なんだよそれ。負けたやつは帰ってください。負けたやつ。天宮とマシュー。はい。お猿さんの勝ち。お猿さん。お猿さん勝ちますか。お猿さん勝利。じゃあこれで役者はだいぶ揃ってる感じですかね。じゃあ私優勝したらね、あのブラックモンジャス仮面のマスク取りましょうか。剥がすか。じゃあ天宮選手対マシュー選手。マシュー選手は大阪からわざわざね、帝に永久コンボを披露しに披露しにわざわざ帝まで大阪から、ね、参戦という、頑張ってほしいですね。痛いっす。
関西もこのゲーム流行ってるんですかね、遊べるところあるんですかね。そうですね、なんかいつも集めるところはないんですけど、時々、うん、なんか大会みたいな感じでやってくださってる感じのところがあるんで、ね、ぜひ常設してくれるゲームセンター様を待ってます、ね、なるほどね、関西の方でもね。そうですね、まあ、関西勢もまあいるということで。そうですね、関西も本当強いんですよ、うん、そうだね、まあ、そのうちの一人ということで。さあ投げていく、さあここでコンボ、あこれですか、一人時間差、これはあーガード、今のはシャレオツコンボです、ね、シャレオツでしたね。3プラトンが、繋がるっていうコンボだったんです。なるほど、まあ、その様々なコンボ解析を進めているこのマシュー選手が、今日は参戦ということで。おっと、おうまい、何が見れるかお楽しみにということで。さあスライディング足場、あおっと飛び蹴りが刺さる。まずは一歩選手、大阪勢マシュー、いいやつだよ。第2戦さ始め、あキャラはそのままです、そのままですね、アキラ。さあアキラのここは連続技、しっかり最大当たっていく。さあ地上戦裏に回ってしっかりガード、おっと吹っ飛ばし、おおよくガードした、よくガードしましたね、すごいですね。カメラアングルのつもりでね、なかなか難しいところなんですよね。ガードがひっくり返ったりするわけですね。あーうまい、アキラも火力が高いな。さあ投げていく、巴投げ、さあ入れ替えて、おおバックダッシュ逃げて、さあ様子を見る。さあここからどのように攻めるか。さあでも相手は永久コンボ持ちですからね。まあそうですね、一発食らうと終わりですから、ここは一発食らうと危ないんで、一発食らいたくない、慎重にしたいところですけども、慎重にしたい、どれだけ体力差があっても永久コンボが注意。さあ1-1、これは出し切る、ごめんなさい、今は時間がないの。まだ大阪でもそういった意味ではビデオゲームを置いてるゲームセンターは結構あるって感じですかね。まあそうですね、全国的にねこういうレバーとボタンのゲームを置いてあるお店がなかなか減ってしまっているのでね、お店の脇にでもいいからぜひ数台置いていただければなと思います。大して投資かからないですし ね、子供がたくさん遊びに来るようなところに、そうですね、ね、子供がたくさん、おじさんが遊びに来る、何この台、子供だらけのところにおじさんがガチで温まってるっていうね。おじさん、おじさん超温まってる。さあ子供が吸収率早いじゃないですか。そうですね。さあここはコンボしっかりアキラガードしていく。さあティファニーっていうキャラも珍しいですね、味方の大会ではあまりいないということ で、ね、あまりないですけども。そうここはマッシュ先生こだわりの、ティファニー、こだわりのティファニーレアキャラをして、うまい、大阪勢勝ち残る、お見事。いやー役者は随分揃いましたねこれはね。じゃあ、ジーシの友人対病気の猿、じゃあお願いします。準決勝第1試合役者は揃った、ジーシの友人、そして病気の猿、そしてレシオ君とマシューと名勝負がどこまで続くか。ワンピーガーはジーシの友人、ツーピーガーは病気の猿、じゃあ試合の方お願いします。あ、テンチンさん応援されてますよ、応援されてますよ。ほらみんなジーさんの応援好きですからね。まあ、ミカドが誇る割とこのベビーフェイス的なキャラではありますよね。そうですね、なんか最初はベビーフェイスだったんですけどね、気づいたらでもあれよく考えろみんな、親、奥さんと子供ほったらかしゲーセンでゲームやってるやつだからなみたいな、そこを忘れんなよみたいな、よくよく考えたらひどい男じゃねえかっていうね、応援するのに値する人かどうか、人かどうかよく考えた方がいいぞっていうね、皆さんね、よろしくお願いします。さあ体罰を与えていく、静香ちゃんごめん、バシッ鉄バット、そうですね。さあ前回 G 氏の友人はやられてますからね、やられてますからね、あそうですね、そうだそうだ、天才チンパンジーに ね決勝でやられてますからね、フルボッコもいいところでやられてますので、今回は今日はリベンジマッチということでね。いやでもあれだよね、サルさんは強いですよ、サルさんすげえうまい、そうですね、このゲームに関してかなり鉄壁な防御を、ね、やっぱコマンド精度も高いし、非常にストリートファイター性能も高いよね、そうです、駆け引き的な、こういう駆け引きですね、読み合いが強いっていうか。さあタックルかな、さあおーおー強いに強気、強気に攻める、暴れの立ちコマ、暴れから完全燃焼アタック、つなげて体力リード、スライディング起き上がり起き攻め飛び蹴り、しっかりガードしていく、ここサル、ここ重要ですよ、重要ですね、この立ち合い。さあどうなる、おこれはもう一つ、さあ様子を見ている、ないですけど、ね、しゃがんで飛び道具、とりあえず放つ、どっちが出んの、下段パッチ、どっち、おお我慢した、先に一発当てたの、あマジか、読み合いに勝つ、ジーシの友人、ジーシの友人やる、奥さん見てますか、まだ勝ってますよこいつ、
あ、今日はいい時間ですね。いい時間ですか、ね、やばいですよ。そろそろね、2冠あるのか、まあそういった意味で1本目はちょっと取りたかったんでしょう ね強引にちょっと勝負かけていきました感じです、ね、今多分携帯電話にね奥さんから電話かかってきてかかってブブーってブルルルルーってバイブレーションがね、バイブレーション、人事のやべっつってやべっつって無音のところに行かないとみたいな感じでゲーセンだと喧騒が入っちゃうじゃないですか。だからもう 100m ぐらいダッシュしてダッシュしてね、遠くのところに、今駅だよみたいな今三坪って電車止まっちゃってさみたいな電車止まっちゃってみたいな、ごめんごめんみたいな、すごい山の手で動いてるの聞こえます、モリモリ動いてるモリモリ動いてるのにね俺は負けそうじゃないか、あーと、あーさま拾えない、なんだその技お前、使ったところにコンボ、さあ触る1チン、焦ってますよ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ね、相当今動揺しましたね、今のは何、相当動揺しましたよね。さあ最終戦11からのファイナルラウンド、帰るを取る、帰りを取るのか、それとも裏切っていくのかというところで娘が成長したら見せるんだろ、そうですね、友人、ジーシーの友人、娘が成長したら娘にモイジャスをやらせるんでしょうか。さあ奥さんに全力で止めさせないとなって言って全力で止めさせないと。さあここはちょっと見えりから、おっと強気の攻め、おしっかりガード、今のちょっと遠かったですね、いやー、おうまい、準決勝で必要なプレイヤーへの精神攻撃、精神攻撃ですよあーやっちゃった、最大ダメージ入ってしまうのか。さあボムからシュート、そして起き上がりサマーで浮かして、もう一周アガードした、あーっと下段投げスカッシャーがカウンター、この辺の切り返しも非常にうまい、裏回り、いやーローキック、さすが病気の審判中、さあ動揺は隠せないのか、いやいい動き、あーしかし切り替えもうまい、シュートシュート、ジューシー、あーリベンジ戦、ジューシー勝てるのか。さあ気持ちのサルト、最終を捨てた友人、最終、そうですね、とんでもねえ、とんでもない戦い、最終を捨てサルと戦う、サルと戦う、ジーシー、地球を守ってくれ、地球を守るのか、地球を返せない、まだサルの枠にするのには早いぞ、うまいガード、ローキック、しかし体力リード、サル鉄壁、かなりこう攻めづらいですね、あっ軸移動から、あいったスリープラド、勝者コーネリアス、お見事、チームワークの勝利だな、というわけでグラは死にました、早く帰りなさい、というわけで次、レシオと、マシュー、マシューとレシオ、はい、じゃあお願いします。さあ大阪勢立ちふさがるのは東京勢のレシオくん、じゃあ大阪勢ね、これはちょっとタイトル持って帰りたいでしょうからね、マシュー 1P、2P があれしよう、国へ帰れというようなところですかね、お前にも家族がいるだろう、あー A パが入るのか、それともレシオが強引に押し切っていくのか、注目、青夏さんじゃございませんよ。さあパワーボムからシュート、まずファーストアタック取っていくのはレシオ、起き上がりスライディング勝っていく、そして下段投げ膝蹴りからヘディング、そしてサマーで浮かしていくが、ここは夏、いやーサマーで浮いて7891112と入れていく、でも生きてれば安いですからね、まあ生きてれば安いですからね、はい、マシュー選手一発あれば勝ちですからね、はい、あーさすがにカットしていく、ここは2プラトンが入った、まずレシオ一本選手ショガリって感じで、ショガリってわけじゃないですけどね、相手も上級者ということで、さあ2ラウンド目、夏頑張ってほしい、一発入ればね、あるんですけど、入ればあーうまい、しっかり軸移動にも、おおーあるのか、どうだ、あレシオは死んだんじゃないですか、レシオくん、ねえ死んだんじゃないですか、いやこれはねマシュー選手は容赦することないですよ、ゼロになるまで行きましょうよさあ今問題の黒画像、あー残念、やっぱ難しいんですね、あれ、いや相当きついと思うよ、だってフェア君とかシンゴも結構ちゃんとやってたもん、マシューさんやってると超簡単に見えるけどね、まあ、手先の器用さっていう意味では相当なレベルにあるマシューさんですよね、ちなみにヘブンズゲート超うまいですからね、マシューさん、ああ本当にすごいな、まさかのヘブンズゲート勢だったのかもしれませんということで、あれヘブンズゲートってあれアーケード版もクララ使えるの、クララ使えないんですよ、使えないんだ、そうか残念だね、豪傑寺勢も遊んでくれそうなのにね、
さあここで危ない、体を入れ替えていく。さあ今度はマシューさんが体力リード。ここのラウンド絶対落としたくないところ。さあこれはサマーで浮かしてワンツー、ちょっとバーボードライブシュート、はい、起き上がりサマーもう一周、ここを避けていく。マシュー飛び切りから、あっこれは拾えた。さあヘブンズゲートが今開かれるか、あっミスっちゃいましたね。まあでも十分減らしましたね。さあバリボーバリボー飛び蹴りガード、ローキックもガードしていく。さあ残り時間がない、10秒。さあバックステップバックステップ、さあここは逃げの体勢か、スライディング右切ってワンツー1-1。いやー危ない危ない、いい勝負ですね。さあ最終戦はロベルト・ナツ、ロベルト・ナツ変わらず、はい。さあ一旦両者離れて様子を見る、パスを送っていく、スライディング、ここは引っかからなかった、ワン、ツー、スリー。さあここで結構体力減らしておきたいですよね。あっと遠くなっちゃったか。さあここはシュートに切り替えて、あー立てない、そして痛い連続技が、こいつはちょっと痛い、お釣りが高い。さあシュート、さあ起き上がりスライディング、しっかりダメージ与えていく。危ない危ない危ない、まずパワーボム、さあもうワンセットいただいてしまいました。マシュー頑張れ、大阪に持って帰りたい、帝大会優勝の証を。さあ、あー残念、スリープラット見事にヒット、死んだか、勝ったのはレシオ、お見事。いい試合でしたね。でもね、ありがとうございました。さあじゃあ、病気の猿対レシオ君の決勝戦です。ストリートファイターカーニバル6第11日目メインイベント、モエジャス大会決勝戦、じゃあ始めたいと思います。 1P 側病気の猿、 2P 側レシオ。猿かショガリか、勝つはどちら。もマシューさんいいですよね、やっぱあれで一発あるったら勝てるっていうのがさ、やっぱそもそも私立ジャスティス学園そういう風にそういうゲームでしたよね。そういえばね、私立からするとそうですね、さあ静香ちゃん対テリー・ボガードですかね。あーさあテリー・ボガード、ガロー伝説から参戦している、ジャスティス学園に入門してきたこのロイ、またの名もテリー・ボガードとなっておりますが、さあガードして、おうまいですね、通常技刻んでいく。さあここでパナスが、ここはしっかりガード、飛び道具を置いて非常に立ち回りがうまい猿。さあスライディング、下段を買ってワンツー、飛び蹴りしっかりガード。さあここはガードガード、様子を見ていく猿。さあ飛んだところは落とされていく、非常に差し合いが両者ともにうまいですね。どのように、手痛い連続技を与えていくか、ゲージ、溜まっているのは、ユリカ、猿の方ですね。さあテリーがサマーからのオーバーヒートゲイザー当てていく、ゲイザー昇竜拳。さあ一回後ろに下がる、ここはパワーゲイザーを打って様子見、一気に距離を詰める、じゃあパワーチャージで拾うサマー。さあ連続技3、4、5、さあ降りてくるところ、折り際のね、駆け引きが非常にこのゲーム重要になると。さあバーンナックル、とりあえず見せていく、ゲイザー危ない、ゲダンパーチ、あーつないでいく、うまいですね。さあ置き攻め、もう一発つないで6発、ゲダンキック、ここガード、さあ攪拌いただきました。まずはレシオ一歩選手、やばっダメージ効率がロイの方が、ね、そうですね、火力が高く見えますね。さあここでロベルトに切り替えていく、サルなんとかここは1本取り返したいところ。さあおーうまい、かぶせた空対空、ローキックしっかりガードしていく、レシオ、あーパランス当たるか、当たらない、そしてそれは見せ技だった、チャージからのエリアル、チャージゲナキックでまたチャージ、パーチャージパーチャージ、そしてゲイザー昇竜拳、あとこれで半分、半分減ったぞ。おいロベルト頑張ってほしいところ、さあ下段キック、あっと空中で拾われる、よく見てるレシオ、まずい、サル選手が非常にピンチ。さあこの体力差まくれるか、あー届いてない、あー変な当て方、そしてオーバーヒートゲイザー、勝っ
ったのはレシオ、優勝おめでとう。ありがとうございます。負け犬ってやつは、いやーすごい。ゲームオーバー。じゃあ放送席、放送席、勝利者インタビュー。これはガンダムです。シャーザク出ました。あとシャーズ号だけです。ガンダムです。あと1個で全部揃います。はい、じゃあ優勝者レシオくんです。みんな拍手ありがとうございます。優勝おめでとうございます。どうですか今日の試合振り返ってみて。どうやら今日は絶好調らしい。テリーか。絶好調らしい。らしい、らしいですね。らしい、そうですね。まああれさ、決勝戦どうでした、サルさん。お猿さん、ちょっと前回は私もお猿狩りをされたので。お猿狩りされた。お猿狩りをされた。今日なんとかね、雪辱を晴らせたということで。なんか後ろになんかいじってほしそうな人いるんですけど。違う。あれあれ、お前だよ。まだ帰ってねえのかよっていうね。この子に及んで。お子さんのねことを考えてね、そろそろ帰ってくださいね。そうですね。まあ、モエジャス、あの子供問題っていうね。そうですね、重要な立場にいる人ですからね。なんとかね。もうこれから先ね、あのどんどん子供が増えていったらね、子供同士のモエロジャス学園大会が。あ、どうも、独身の爺氏の友人です。独身じゃねえ。お前ふざけんな。嘘。ふざけんな。何言ってる。嘘ばっかり。グラさんは結婚してますよ。ああ、そうですか。グラシ以外グラシじゃないのみたいな。すごいね、お前やばいぞ。本当にキャラがね、どんどんねおかしなことになってる。もう捨ててるよね。皆さん見てますか。あの頃のグラさん。もういないですよ。爺氏の友人はもういないですから、ね。捨ててますから。帝にいるこいつは悪ですっていうことだね。まああの子供大きくなったら、あの正義なわけない。やらせてあげてください。やるの。今から鍛えてやりますよ。ドリームキャストの番で。わかりました。ピーって音がね、もうね耳から離れない。ビジュアルメモリーの音がね。ビジュアルメモリーのね、起動時の音がね。わかりました。じゃあ親子で対戦する日楽しみにしてますからね。というわけで、モエジャスはなんか直近にイベントとかないんですか。別に特に、前回14日にねちょっとやらせてもらったので。ああ、そっかそっか、もう終わったのか。次回はあのミカド大学館祭でフリープレイで、なるほど、28日、はい、あのフリープレイがミカドでございます。まあまた来月も日程が決まりましたら、はい、わ、ね、かりました。じゃあこれからもモエジャスはじゃあ盛り上げていくということで、大阪から来たマシューさんもありがとうございました。全国的にね、盛り上がっていければななんて思ってます。なんか新しいネタ発見したらすぐ動画を上げていただいて、シンゴとフェア君に教えてあげてください。99人の動画上げましたからね。上げましたからね。この方はすごいです。ありがとうございました。というわけでございまして、優勝したレシオ君でした。おめでとうございます。ありがとうございます。体調気をつけます。体調気をつけてくださいね。チキンさんとシンゴさんやったよ。あなた方の分も頑張ったかね。チキンとシンゴが今日いなかったということで、また来月楽しみですね。よし、はい、ね、あの早く帰ってきてください。はい、ありがとうございました。あと業務連絡、ブラックモイジャス仮面さん、小道具忘れてます。何が言っておくんだ。小道具忘れんの、商売道具だからね。というわけでございまして、平日から多数のご参加誠にありがとう。40人ぐらいなんかすい、ま、ね、こんな土平日に参加していただいて誠にありがとうございました。ストリートファイターカーニバルは2月の平日ほぼ毎日、ポイントを競い合うというような変則ランキングバトルとなっております。出場でプラス1点、トーナメント勝利するとさらにプラス1点、前回優勝者のエアガイス仮面を倒すとプラス3点。でもエアガイス仮面がね意外と今月来れないの で、ね、結構ボーナスが難しい感じになってますよね。そして、上位7人プラス前回の優勝者で、最終戦3月6日を予定しておりますが、そちらで決着をつけるというランバトとなっておりますのでね、よかったらぜひご参加よろしくお願いします。今後の予定、ですね、お、大丈夫か、なんだっけ、明日ですね、木曜日8時からヴァンパイアセイバーと天外魔境神殿、そして明後日スーパーストリートファイター 2X と新サムライスピリッツ、来週の月曜日、8時からエントリー開始、スペックスウィーナーとギャラクシーファイトの1秒大会、そして来週の火曜日、クイズ七色ドリームス虹色蝶の奇跡と、MVS 版のダブルドラゴン、そして来週の水曜日がヘブンズゲートファイターズヒストリーダイナマイトとなっております。3月1日まで続くんでね、どうかよろしくお願いします。3月1日の最終戦のモエロプロ野球ホームラン競争大会は清間限定大会番勝杯とさせていただきますので、こちらもよろしくお願いします。というわけでございまして、多数のご参加誠にありがとうございました。第11戦モエジャス大会以上終了、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
浦さんは早く帰ってあげた方がいいですよ。皆さんインフルエンザ気をつけてください。手洗いうがい帰ったら忘れずに、そしてちょっと体調悪い時はジャンクフードをいっぱい食べて寝る、ちょっとだるいなと思ったら帝に寄らずに帰ると、そして10時間ぐらい寝れば、だいぶ体調良くなると思いますので、風邪とか、インフルエンザには気をつけましょう。あと死にかけ右京には近づかない、これ重要です。いたらいや死にかけだっつってバーッと 100m ぐらい距離を取る、これ重要です。あとグラさんは、お子さんに会う前にうがい手洗いをしっかりとして、そうですね。じゃあというわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。おじやや遊んでるってのがいいよね。勝利、負け犬ってやつは。